市赤品フラワーイー大月楽しい花辞典、今週は園芸レッスンをお送りします。今回は大月ファームから畑の管理についてお伝えします。智之さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、このね、はい、畑にまた、そうですね、やってまいりましたけど、この日陰がいいですね。いいですね、はい、本当に。でね、ちょっと最初に言っておきたいんですけど、はい、いいですかね、はい、このちょっと私たちの不慎調査ですか、この。そうですね、はいはい、ちょっと気になるなっていう、決してあれですよね、座高が高いわけでもなく、そうなんです、椅子の高さが違うと。そうなんですよ、いうことだけは、はい、お伝えしておきたいと。そうなんです、ちょっと最初に言っておきたいなと思って、はい、そうですよね。そうなんです、はい、いつもね、見てる皆さんはやっぱり不慎調査ね、ちゃんと分かってると思うのでね。そうですね、はい、座るとオリベさんのが高いと言うわけにはいきませんので。そうですね、はい、相当私の足が短いってことにちょっとなってしまうので ね、はい、そこだけちょっと最初に言っておきたいなと思って、はい、はい、お伝えしました。さあ、ということでいいですね、はい、風も気持ちよくて、風が気持ちいいですね、本当に景色が良くて、はい、いや、こうやって見るとすごいですね、ね、良くて。そうなんですよ、はい、本当にね、この田んぼのですね、うん、この風のに揺られてる感じですね、はい、でそこから見える家ですね、家もね、で山もこういいですね、ここ本当に綺麗にこうパッとね、山が目に入って。そうですね、もう晴れてる時なんか最高ですよね。最高ですね、景色が。でこのね、こう田んぼがちょっとこう揺れてるような風でね、なびいてるような、いいですね、感じもすごく綺麗ですし、青空っていうのはね、夏最高ですね。最高ですね。あと日陰。日陰。そうなんです。私たちちょうど、そうですね、日陰にね。オリベさんがどうしても日陰でやりたいということで、あの木の下でですね、始めたわけですけど。そうですね。今年はですね、はい、この咲かずの紫陽花、ここ全部紫陽花が植わってるんですけども。はい、そうなんです。だいぶ大きくなりましたけど。毎年必ず咲かないんです。はい。で、まあ、ここの、まあ、管理人と一緒に話をしながらですね、今年の最初ぐらいにですね、はい、もう咲かないのなら抜いてしまおうという話をこの紫陽花の前でしたんですね、はい、そしたらですね、ちょっと見てください。はい、こちらですね、過去最高に咲いてます。すごい咲いてますよね。やっぱりあの聞いてるんです ね、言葉を。いや、聞いてるんでしょうね、分かってるんですよ、もう伝わっちゃったんでしょうね。あの、まあ、管理人の方はですね、いや、もう少し植えといてあげてくれねえかって言ってたんですけど、はい、あの、いや、もう思い切って抜こうと言った、今年が一番咲いたと。いや、本当に綺麗にでも咲きましたよね。咲きましたね、こちらとね、この私たちの間にあるのと、はい、私のこの左にある紫陽花とね、こんな咲いた年ないですね。しかもあの日向の方も咲き始めましたので。あ、日向もですか、はい、日向なんてもう本当に一切もう咲く気配もなかったのに、全く咲かなかったです。ちらほらと、はい、あ、そうですか、咲いてますね。あらら、嬉しいですね。やっぱりこう少し脅すと、花も危機を感じるんです ね、伝わるんでしょうね、はい、うん、伝わったと思います。はい、いや、良かったです、本当に、ね、これ切られないでね、良かった、そうですね、抜かれないでね、ちょっと切るのやめようかな、はい、まあ、切るというか移植、あ、移植、しようかなと思ってたんですけども、あ、まあ、当面は、はい、紫陽花にしようかなと。はい、そうしましょう、はい、ちょっとね、また来年も咲くかもしれないのでね、はい。はい、さあね、大月このね、ファームの方では前回このしっかりとね、こう収穫できるようになった野菜たち、はい、ご紹介したんですけども、はい、もうね、今回もう本当にどれも大きくなってきていて、成長が著しいというね。そうですね、はい、はい、まあ、今日はですね、うん、前回お話し少ししたんですけども、はい、まあ、ナスがまたちょっと薄そうとしてきましたので、うん、それの、まあ、管理ですね、はい、今後の、管理を、まあ、ちょっとメインですね、うん、お伝えしていきたいと
思います。そうですね、はい、もうあとまだねご紹介しきれていないものがたくさんあるので、はい、そうですね、うん、あのまあ、大月ファームの不思議なところはですね、はい、出だしで植えてないものが、写してないものは数多くあるとそうなんですよ、結構知らないのがね、そうですね、いきなり植わってたりして、また面白いところですね。面白いですね、私たちも面白いですよね、はい、さあということでね、今回はナスの剪定とね、はい、まだちょっとご紹介してないものを紹介していきましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。では最初にね、はい、まずナスのところにやってきました。そうですね、はい、はい、すごいですね、こんな大きくなりましたね、育っちゃいましたね、はい、はい、実はですね、肥料をたくさん、うちのおしべをふんだんに入れた場所と、はい、そうじゃない場所で、うんうん、まあ、なんとなく今年分けてます。あ、でここはですね、うち の, あのオリジナルの肥料、はい、おしべをですね、うんうん、ふんだんに入れた場所です、うん、はい、ね、すごいですね、ほんとこんなに違うのかっていうぐらいね、大きさが違うんですよね。そうですね、うん、違いますね、はい、で、本当は3本仕立てなんですけども、はい、まあ、ちょっとあまりにも、生育が旺盛で、はい、今何本かも枝もたくさん伸ばしてます、はいはい、そんなに大きくなっちゃうとね、やっぱりね、この手入れもやっぱり手間がかかっちゃいますよね。かかりますね、で、秋口まで、はい、秋もこう収穫するためにはですね、うん、切り戻しを本当はした方がいいんです、はい、ですけども、はい、このナス見てますと、うんうん、まあ、かなりいっぱい、まあ、つけてまして、はい、で生育もいいのでこのまま行こうかというのはこのエリアですね、うん、あ、そうですね、はい、本当に実がたくさんついていてね。そうですね、花もたくさんこれだけ咲いてますので、はい、そうなんですよ、はい、これからまだまだこの見つけるそうなので、はい、うん、そうですね、うん、まあ、すごいですね、あの、ね、おしべの色は、いや、びっくりしちゃいますね、これはすごいですね、うん、ここまで変わるんだっていう、はい、やはりですね、はい、元肥の凄さですね、はい、はい、そうですね、はい、ちょっとあの肥料を、抑えめにしたところを、うん、見てみましょうか。はい、ちょっと見てみましょう。はい、はい、それではですね、はい、今日見るのはこちらですね、うん、こちら、はい、だいぶ先ほどとですね、はい、この生育状況が違うと。そうなんですよ、はい、ちょっと小さめで。そうですね、うん、まあ、これを比べるとですね、はい、まあ、いかに元肥をしっかりと、うん、入れないと、はい、これだけ差がついてくるというのは分かります。分かりますね、本当に、はい、おしべの力ですね、はい、うん、でちょっとまだ仕立ててないんですけども、はい、これからいろいろ選別をして仕立てて、行こうと思ってるんですけども、その中でですね、ナス、普通にナスを、育てていくと、はい、秋口にはもう取れなくなります。あ、はい、そうですか、はい、で秋口も取るようにですね、はい、させるには、うん、少し切り戻しをさして、新しい枝を出させてあげるという作業を、していかなければいけません。はい、はい、じゃあここからちょっと切り戻しをしていきましょうか。はい、そうですね、この枝を見ますと、うん、今見えますかね、うん、あ、ここ一つ取ってますね、こちらですかね、はい、ここにちょっと一つあるんですね、はいはい、でここで一回取ってますね、うん、ここでもう一回、ここで、はい、はい、でここでもう一回取ってます、はい、これですね、はい、うん、でもうこれぐらい取るとですね、もうこれで切り戻ししちゃいます。はい、はい、じゃあここからは切ってしまう、はい、うん、ちょっとこれまあありますけども、ね、これもねいっちゃいます、はい、でこの、取った後のこの枝の上ですね、はい、でここでこう切っちゃいますね、うん、はい、はい、でここから、脇芽から出した、新芽に、今度また新しく明け口に、ならせると、なるほど、いうことですね。あ、じゃあもう本当に結構切ってしまって大丈夫ですね。あ、いいですね、うん、はい、これもこれもそうですね、ナスはここについてますが、はい、で ここが一つですね、ここに今一つ、あ、結構、はい、この下の方になってますね、はい、で今ここに一個なってますね、でこれを、うん、これはもうじゃあ収穫、はい、収穫しますね、はい、これを収穫します、はい、で、こうなりますので、うん、
そうですね、ここら辺に切りましょうか。はい、はい、で、切ると、うん、で切り戻しをして少し、押さえてですね、はい、で秋口に、新しい枝にならせるということをこれでやっていくと、はい、であそこまで先ほどのナスみたいにですね、あそこまで元肥をしっかり入れると、はい、まあ、これをしなくても秋口まで行くんじゃないかなっていう感じはしますね。ちょっとねまだあのね、はい、秋になってみないとわからないですが今のところちょっと持ちそうな感じはしますね、はい、そうですね、はい、であとはですねこういうあの下っ端をあの整理してあげてですね、うんうん、そうですね、はい、この下にある方をね、そうですね、ちょっと古くなってしまった葉っぱですとか、はい、元気がないものをね取ってしまう、取ってしまう、こういうの取りますね、うん、はい、でスッキリさせてあげると、うん、いうことですね、はい、はい、でこれ接ぎ木なんですけども、これあの接いだ台の方から出てる枝ですね、これは接ぎ木、本当ですね、はい、わかりますか、うん、この新しいものが、はい、あの接ぎ木からこういうふうに出てきますので、はい、これも切ってあげると、うん、あ、これも切ってしまっていいんですね、はい、はい、ではこちらのね接ぎ木の方、はい、切っていく、そうですね、はい、これですね、うん、はい、これ切りましょうね、はい、これね、なんかちょっと切るのもったいないっていう、はい、ね、まあ、あのそうですね、方いるかもしれないですが、でも、まあ、ナス、ね、の苗木ですので、そうですね、切ってあげるということですね、うん、はい、でちょっと綺麗にね葉っぱを整理して、はい、まあ、うっそうとするとねあの風通しもちょっと悪くなってしまったりするので ね、 なりますね、はい、はい、ちょっと中の方もねしっかりと見ていただいて、もう少しなめそうな葉っぱも取っちゃいますもんね、うんうん、あの前回ねあのちょっと虫にも全然食われていなくてっていう話したんですが、はい、ちょっとずつねあの虫も食べてね、そうです ね、 ね、まあ、このぐらいは、はい、あの許してあげましょう、いや、うん、全然あの、はい、むしろちょっと自然でいいですね、そうですねこのぐらい食われてればね、虫もつかないと少しは、はいはい、ですね、はい、はい、まあ、あとはですね、あの先ほど言ったように、切り戻しをして、うん、秋口にもう一回収穫をすると、はい、ということですね、秋まで収穫できたらなんか理想ですよね、はい、まあ、そのためには今、うん、しっかり切り戻しをして、はい、むやみに、実をつけさせないってことも大事ですね、うん、そうですね、はい、今ちょっとたくさん一度にね収穫しちゃおうっていうのもいいですけど、はい、そうですね、ま、秋まで楽しみたいっていう方は、はい、今しっかりと結構取れすぎてですね、はい、ご近所に配ってる方も多いと思います、ね、そうですね、やっぱりね、はい、一度に収穫しなきゃいけないんでね、こういう野菜はね、そうですね、はい、はい、じゃあ皆さんぜひ秋まで楽しめるように、はいはい、切り戻ししていただきたいと思います、はい、続きまして、はい、こちらトマト、トマトですね、はい、見ていきましょう、はい、あ、こちら、はい、どうでしょう、もうね、まあ、前回言いましたが、はい、すっきりとね、すっきりとしたスタイルのやつですね、はい、で、まあ、きゅうりは一本仕立てにして、はい、伸びれば伸びるほどこう下ろしていくって話をしたんですけども、うんうん、実はこのトマトもですね、はい、下ろしてみました、ね、ちょっとびっくりしちゃいました、はい、あ、トマト降りてると思って、なんでもござれですねで、ちょっとキュウリの時も言わせたんですけども、はい、まあ、トマトはやはりあの茎が、うんうん、本当はもっと茎細くしないといけないんですけど、やっぱりあの露地栽培ということもあって茎が太くなりやすいんですが、うん、あのちょっと難しいです、やっぱり、うんうん、あの折れやすいというかトマトは、あ、で露地栽培の場合は茎が太くなっていて、まあ、曲がりにくい、うん、っていうのがありますので、はい、もしやられるんだったらまあ慎重にやっていただきたいと思うんですが、はい、あのキュウリも含めてですね、まあ、やるタイミングですね、そうですね、はい、これをいつやるのかということなんですが、はい、トマト、まあ、この茎というのはですね、はい、水を吸ってる時はシャキッとしてるんです、はい、なので日の当たってないような午前中にこうずりを下ろすとですね、あの張ってる状態で下ろしますので、はい、折れやすいんです、あ、はい、もうみずみずしいね、ちょっと水を含んだ状態で、あの少し夜栄気を養って、元気になってる状態なので、あの午後ですね、はい、日中の太陽の光をしっかり浴びて、うん、
で少しヨレッとした時に下ろすと、はい、あ、なるほど、はい、もうそのタイミングが一番ベストということですね。そうですね、うん、そうするとあの茎が柔らかくてですね、はい、下ろしていきやすいですね比較的。お、なるほど、はい、じゃあこれそれでその時間帯にこのようにちょっと下ろして。そうですね、でもちょっと、はい、怖いところありますけどね。そうですね、はい、いつちょっと折れてしまうかっていうのも、まあ、不安なところもありますけど、はい、まあ、ここまで来ましたので、うん、はい、まあ、なるべくは下ろさずにやった方がいいかもしれません。そうですね、はい、これだけちょっと太いとね。そうですね、はい、ちょっと下ろすのも大変かもしれないのでね、はい、そうですね、はい、うん、あとですね、はい、一緒に植えたバジルちょっと見に行きましょうか。そうしましょう、はい、はいはい、それでは、はい、バジルに来ました。はい、はい、こちらねトマトと一緒に植えたコンパニオンプランツになるんですけども、そうですね、うん、前回よりも相当、はい大きくなってますよね。いや、なんですかね、はい、もうちょっと大きくなったらトマト越しちゃいますよっていう。そうですね、同じぐらいになっちゃいますね。だいぶ、はい、変わりましたね。変わりましたね。ここまでバジルやっぱ来ますと、本当はダメなんです。あ、やっぱり、はい、もうこういう花はですね、はい、このままいくと、うん、もうこれで終わっちゃいますので、ナスと同じような発想でですね、はい、切り戻しをしてあげます。うん、もうこの花が咲いてしまっている状態だと、はい、もう終わりに近づいていってるという証拠、はい、もうこれで成長が止まっちゃいますので、はい、ね、こういうふうにですね、うん、切り戻しをこう切り戻していただきますね。はい、はいはい、そうですね、じゃないとせっかくバジルが ね、はい、楽しめなくなっちゃう。そうするとですね、うん、こういうここの脇枝ですね、これ、見えますかね。これですか、はいはいはい、こういう脇枝が伸びてきます、しっかり、でここをしっかり切って止めてこれを伸ばしてあげると。あ、なるほど、いうことですね。そういうふうにねまた育てていってもらえればもうちょっと長く楽しめるっていう。そうですね、はい、これも 秋ぐらいまでどうなんですか、楽しめる。楽しめますね。あ、そうですか、はい、もうバジルは本当にね料理にもねもうたくさん使えますから、これだけもう十分なぐらいありますからね、はい、そうですね、ここまで育てばまあ使い切れないぐらいの、はい、はい、ね、まあ、でも香りもいいのでね、ぜひそういった面でも楽しめると思います、はい、そうですね、うん、まあ、ちょっと食べ過ぎると、はい、辛い思い出になりますのでほどほどにほどほどに、はい、出していただけたらと、ね、楽しんでもらえればいいですね。何度、はいね、はい、食べ過ぎは良くないですね。そうですね、はいはい、でこのようにしっかりとこのお花のところはね、はい、切っていただくように。そうですね、はい、していただければと思います。はい、はい、さて友幸さん、はい、こちら最近ご紹介してなかったんですが、そうですね、ね、キウイですね。キウイです、はい、今年でこれ2年目ですね。2年目大きくなりましたね。本当に大きくなりました。本当にこういうふうに覆うぐらいですね。そうなんですよ、上をねしっかりとこう、ね、カーテンのようにね、はい、張ってますけども。いいですね、この、うん、上をこう見た感じがね、綺麗ですし ね、ちょっと空が透けて見えるのもいいですし ね、うん、あと日陰になるのもね、はい、嬉しいですね。まあ、やっぱりですね、この大月ファームに来ると、はい、日陰を探してしまうとそうなんですよ、自然と足が日陰に行くっていう、行きますよね、気づいた日陰にいますよね。そうなんですそうそう、はい、でね、はい、じゃあこのねキウイなんですけども、もうこのように見ていただきますとたくさん実がついていて、はい、ついてますね。もう少しですかね、食べれるようになるまでは。そうですね、だいたい収穫の時期というと10月に入ってからですね、はい、収穫になりますので、もう少しの辛抱という感じですね。そうですね、うん、あと、ね、1、2ヶ月ぐらいで食べれるようになるということで、はいはい、うん、もう少し大きくなりますね。そうですね、色もなんかちょっとまだ青いような、はい、うん、感じですので、大きい品種ですので、はい、はい、それより大きくなるとね。ね、もうここら辺なんて、うん、あ、いいですね。すごいいっぱいついてるじゃないですか。もうね、上の方もすごいですね。ついてますね。ね、これどんどんね、こう日が当たって伸びていって、はい、もうお水とかっていうのもあれですよね。もう自然のままですよね。はい。これでここまで伸びるっていうね。そうですね。もう自らやっぱり足元に日陰作ってますので。うん、じゃあ自分でね、ちょっとこの子自体が管理してるっていう、そうですね、感じなんですね。植物は面白いところありますね。ねえ、そういうねえ、はい、はい、自分がねちょっと合ったようにね成長して、ね、はい、
言っております。はい、うん、こっちもいいですね、うん、あ、そうですね、2本そうですね、オスメス植わってますので、はい、はい、これもね、もう少しで収穫ということで、はい、楽しみですね、楽しみですね、はい、なかなか次行きたいんですけど、この日陰が良くて、いやー、本当ですね、いいですねちょっとね、日が当たるとね、すぐこういうところにこうやって避難してそうですね行っちゃうので悪い癖ですねあの大月ファーム来ると、はい、撮影時間が伸びますね、そうですね何かあれば日陰に集まると、はい、うん、はいはい、じゃあちょっと次にね、はい、行きましょうか、行きましょうか、はい、さあではこちら、はい、なんかね、去年も見ましたけども、ブルーベリーですね、ブルーベリーです、はい、はい、まあ、ちょっとあのつつかれないように、まあ、こういう囲いをしてるんですけども、はいはい、もう収穫の後ですね、収穫の後ですよね、はい、うん、ね、去年はあのブルーベリーね、ちょっとこうつまんで食べたりもしましたけども、あ、しました ね、 ね、はい、まあ、なかなかちょっと生育が悪いんですけども、酸性にしっかりやっぱりしていかなきゃいけないと思うんですよ、うん、土壌を、はい、でブルーベリーというのは、はい、まあ、見物は酸性の土壌を好むものが多いんですけども、まあ、ものすごく酸性の土壌が強い、ところを好みますので、はい、まあ、ピートモスをですね、まあ、ふんだんにまた入れていかなきゃいけないと思うんですが、で、あの普通の市販で売ってるピートモスは、はい、どんなものにも酸性が好きな、どんなものにも合うように、うん、あのなんとなく酸性度合いを、柔らかくしてるんです、うん、でうちにあのものすごいもうブルーベリー用といっても過言ではないぐらいの強い酸性の度、土壌になるような、はい、ピートモス売ってますので、あ、そうなんですか、はいはい、あれを入れなきゃダメですそれ入れないとブルーベリーはもう育たないっていう、はい、あんぐらい強い酸性土壌の、にした方がいいです、そうなんですね、はい、もうちょっとぐらいじゃもう足りないってことですね、意味ないですやっぱり、あ、そうなんですか、はい、じゃあもう完全なる酸性の土壌にしてあげて、そうですね、あれですか、最初にもう本当にした方がいいってことですよね、まあ、もう植える時に必ず入れないと絶対ダメですね、はい、もう途中で入れてももうダメっていうこと で、まあ、できれば最初にしっかり入れて、で追肥でまた入れていくという形ですね、あ、じゃあ追肥はあれですか、ちょっと頻繁にした方がいいんでしょうか、まあ、やっぱり酸性の度合いが、低くなっていってしまうので、うんうん、まあ、毎年入れた方がいいと思います、はい、低くなるっていうのは どうやって、やっぱ雨とか降っていくとこう低くなっていく、まあ、全体的にやっぱりあの強くないところに強いものを入れるので、薄まっていくというような感覚ですね、ああ、なるほど、はい、だんだんこう力が弱まってくるような形っていうんですかね、はい、うん、なんでそれをまたちょっと補充してあげてっていう、はい、で酸性にしてあげる、やっぱりこの日本の、元々の酸性の度合いに戻っていくの で、うん、で基本的にはやはりあの雨降ったり、はい、まあ、いろんな要因で、酸性にはなっていくんですけども、まあ、それを酸性を、アルカリ性に戻すために、はい、春先にこの畑に石灰をまいたりとかしてやる、で他の植物、普通の野菜はそのアルカリ性の、土壌が好きなので、うんうん、まあ、そういうことをするんですけども、はい、まあ、普通の酸性の、度数じゃ足りないと、あ、なるほど、いうことですね、うん、じゃあ最初に本当にねたくさん入れた方がいいんですね、酸性の土壌にしてあげて、入れた方がいいです、はい、でうち の、 あのスペシャルピートモスを入れないとダメです、はい、じゃあぜひ大月のお店に行って、はい、そのね、スペシャルピートモスといってもいろいろあるんです種類がねたくさんあるんですね、はいはい、とても好評ですので、またよろしくお願いします、はい、ぜひちょっとわからない方ねいらっしゃいましたら、あのちょっとスタッフの方に聞いていただいて、そうですね、スペシャルピートモスくださいと、はい、まあ必然的に出てきますので、はい、大丈夫です、はい、じゃあそれを使ってぜひブルーベリーね育てていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、さあでは最後にですね、はい、ちょっとこちら見ていただきましょうか、そうですね、はい、これパプリカですね、パプリカです、うん、はい、ちょっと中の方にねいるんですけども、色づいてきましたね、しっかり色づいて、いいですね、いい黄色で、綺麗で、うん、はい、いいですね、いいですね、はい、はい、このように本当にねたくさんあのパプリカ植わっているんですけども、はいはい、そうですね、まあ、ここはあのパプリカとか、うん、ピーマン、胡椒通りですね、これ、そうなんですよ、はい、はい、まあ、でもなかなかですね、うん、
パプリカがうまくいかないですね。こういうふうに覆いかぶさってですね、いるとやっぱり、熟すまで守ってくれるんですけど、日光に与えすぎてしまうとですね、やっぱりこう負けちゃいますね。そうですね、ちょっとあの焼けてしまって、そうですね、これなんで、そうですね、あ、ちょうどねこのように、はい、ちょっと火に負けてしまうような、そうですね、なかなか難しいですね、はい、ねえ、はい、なかなかやっぱりこの露地栽培っていうこともあってっていうことですよね、はい、そうですね、やっぱ露地なので、はい、直に日光を受けてしまいますので、うん、はい、はい、やっぱこのねパプリカですとかね育てている方はちょっとそういうあたりは苦労するかもしれないですね。そうですね、なかなかこう熟させなきゃいけないので、はいはい、ちょっと皆さんもちょっと工夫してねやってみてほしいと思いますが、はい、うん、そうですね、はい、ということでね、はい、いや今回このね大月ファームから送って周り、お送りしていきましたけども、はい、ナスのね、まあ、この剪定ですとか、はい、ちょっとやっていったんですが、そうですね、うん、今やると、うん、秋口もしっかりと収穫できると、はい、いうことをやりました。そうですね、はい、そうですね、まあ、なるべく長く、はい、収穫をしてもらって、うん、であの、まあ、実がついている限りは、うん、しっかりと追肥をしてあげて、はい、まあ、管理をしていただきたいと思います ね、はい、ね、あとトマトもやっていきましたけども、はい、キュウリと同じようにちょっと枝を下ろしながら下ろすという、そうですね、あのなかなか難しいですけども、まあ、そのためには、水分がこうなくなってる、柔らかくなってる時間帯を狙って、はい、日中の日差しを受けた後ですね、はい、下ろしてあげると、柔らかくて、下ろしやすいということですね。そうなんですよね、はい、もう本当にねこのたくさんこう植わってるものを紹介していきましたけども、はい、まだあの紹介していないものもありますからね、実はまだありますね、はい、はい、そうなんですよ。なんでね、まあ、そういったものもね、はい、ちょっとまた次もね機会がありましたらご紹介できればなと、はい、そうですね、はい、はい、思います、思いますね、うん、さあということでね、はい、今回はナスの剪定からトマトですとかね、ブルーベリーなんかも見てまいりました、はい、うん、そうですね、ブルーベリーも、はい、秘密のピートモスがあるということですぜひね大月のお店の方に、はい、ガツンと聞くピートモスありますので、はい、ピートモスくださいっていうふうにね、はい、言っていただければ違いますので、はい、よろしくお願いします、はい、ぜひお買い求めください、はいはい、ということで、今回はですね大月ファームから畑の管理について教えていただきました。ともゆきさんありがとうございました、はい、お世話になりました。フラワーイン大月オリジナル商品有機肥料おしべのご案内です。野菜やお花、植木などどんなものにも最適で肥料効果を実感できる当店人気の有機肥料がこのおしべです。人気の秘密は植物の根の張りを強くし、直接根元に施しても植物に全く害を与えることがない自然発酵肥料というところ。ではなぜそれほど植物に有効な肥料かというと、この肥料が堆肥のみをベースにして10種類の微生物を注入しているからなのです。土壌の中に不足しているのは実はプラス要因となる微生物、その微生物がこのおしべを通じて土壌の中に入ることによって植物の健康を保つことになるのです。さらに連作障害に対する微生物も注入することで病気の出にくい土作りが可能となります。またこの肥料は 100% 完熟させているので植物の根元に直接施すことができ、より高い肥料効果を実感することができるんです。甘く、おいしく、美しく、そして生き生きと目に見えた効果を実感してください。